こんにちは、金子です。今回は VLOOKUP で解くと、ここの部分、今 VLOOKUP が入っているんですけども、これを横にずらすとエラーが出ちゃうから、ここでですね、こうやってダブルクリックしても解けないよというのを、これで解けるようにするというのをやっていきたいと思います。で、VLOOKUP で使っているんですけども、これ VLOOKUP で無理やりこれを解く方法を紹介している動画が別にありまして、今回の動画では、インデックス関数とマッチ関数を使って、で、この方法でうまく解くという完全版を送っていきますので、この方法を理解すると、こういう時にすごく役に立ちます。で、インデックス関数とマッチ関数使って、VLOOKUP を解けないという方は、インデックス関数とマッチ関数を組み合わせた VLOOKUP と同じ解き方ができる方法を紹介している動画があるので、まずはそっちを見て理解をしてから、その後の次のステップでこれを見てください。こっちの方がですね、ドルマークを使うところが結構難しくなっているので、まずインデックスとマッチ関数で解けるようになったら、こっちに移ってきてください。そちらの動画もあるので、ぜひそちらから見てください。そしたらですね、やっていきます。で、まずですね、インデックス関数とマッチ関数で解くところからやっていくんですけども、インデックス関数ですね。これはどこかというと、まず知りたいところ、これ担当者なんで、担当者全部ですよね。で、ここは絶対参照にします。で、そしたらカンマですね。で、ここからマッチ関数なので、マッチ関数で、で、検索値はここですね。ここがどこから知りたいのかなんで、ここから知りたいんで、ここのとこですね。で、これも絶対参照ですね。で、照合の種類は0にすると。で、それで括弧で閉じてあげると、こうですね、アベっていうふうに出て、こうやって全部出ますよっていうのが今回のインデックス関数とマッチ関数だったんですけれども、なんですけど、これ横にずらすとですね、まあエラーが出るわけですね。こうですね。で、今回はこれを解決していこうと。そしたらまずはですね、答えからやっていって、その後に詳しい解説をやっていくので、まずは答えでこうやって解くんだよというのを結論的にやっていきたいと思います。そしたらですね、まず全部消してやっていきますね。インデックス関数で解いていくんですけども、まず担当者なんでここですよね。で、ここなんですけども、これ先ほど絶対参照、まあここを見ないといけないんで絶対参照したんですけど、この後にオートフィルで右側にこうずれてほしいんですね。ここも商品名と価格というのも、こっちもオートフィルしたら商品名価格やってたんで、横にはずれてほしいんで、この H の前は絶対参照がつかないように F4 でドルマークを消してあげます。で、カンマですね。で、行番号はマッチ関数を組み合わせるんで、ここのところはマッチ関数ですね。で、検索値はここですよね。で、ここは常に変わらないので、ここを見ます。で、ここのところを毎回見るんですけれども、これもですね、横になった時は変わらないけども、ここの下にオートフィルしないといけないんで、絶対参照だと下に行かなくなっちゃうんで、これは B のところに固定をして、で、4のところはドルマークいらないというやり方ですね。で、カンマですね。で、検査範囲、これどこから探すかなんで、ここからですね。で、ここっていうのはもう常に一定なので、ドルマークを全部に入れて絶対参照。そして最後に照合の種類は0なので、完全一致の時ですね。で、括弧で閉じてあげるというふうにやってあげると、ここが解けて、で、横にやって、まあ、全部が出ると。いう形ですね。で、これ今のところ、まあ今の説明で分かったら真似をしていただきたいんですけども、まあ全然分かんないよということもあるので、これ詳しく解説していきます。で、詳しく解説していくんですけれども、まず一回全部消しますね。そしたらですね、まずはインデックス関数とマッチ関数を一回解いてみましょう。普通に解いていくと、まあ、担当者が知りたいので、担当者のところを絶対参照。そしてカンマを入れて、で、行番号はマッチ関数で確認するということで、A の001がどこにあるかですね。ここも絶対参照で、完全一致ですね。で、解いてあげるというやり方です。で、これで横にオートフィルすると、まあ、こんな感じになりますね。で、縦にオートフィルとするとこうですね。で、これなんでずれてしまっているかっていうところなんですけども、これずれている原因としては、まず、ここのところ、商品名を聞いているので、商品名が指定されてないといけないんですね。なんで、青いところが本来であれば、ここ。要は、商品名のところ、インデックス関数のここを、どこが知りたいのかっていうのは、ここですよね。で、このマッチ関数の基準となっている、この商品コードを調べたいのに、担当者になっているのは、要はここにしたいんですね。こういう状態だったら OK ということになります。
なので、この青いところは1個右にずれるようにしたい。そして赤いところはここを固定させたいということですね。ただこの後にこのオートフィルをしないといけないので、ここを横にずらすけども、縦は絶対ずれたくない。で、ここも横はずれないようにするけども、縦はずれるようにしたいということになります。そうするとどうなるかというとですね、まずオートフィルをした時にずれるのを変える時は、必ず先頭のここですね、オートフィルの元となるところを変えていくので、ここをやっていきましょう。で、先ほどのところなんですけども、ここは横についてほしいんですね、右に。なので、この H のところ、HIJ ってなってほしいんで、H の前にあるこのドルマーク、固定しているところを消しましょう。これバックスペースで消せます。こうですね。で、もしくはですね、これ全部選択して、F4 を何回か押していただくと、こう、ドルマーク、こうやって動くので、H の前につかないようにしてあげましょう。こうですね。で、次に、マッチ関数のこの B の4。これが横に動いてほしくないけど、縦に動いてほしいということですね。横で動いてしまうと、この担当者、商品名、価格ってなってしまうので、これはずっと商品コード見てたいんですね。ここ一致するもの見たいので。でも縦にオートフィルした時に、まあ、2とかこっちに下に動いてくれないと困るので、ここを絶対参照にするけども、 F4 で押した時に縦に動いてほしいってことは数字は動いてほしいんですね。でもアルファベット BCD って言ってほしくないんで、 B の方だけドルマークがつくという状態にします。この状態ですね。この青いところは HIJ って動いてほしいんで、 H の前はつかない。そしてこっちの B の4、こっちは下に動いてほしいんで、でも横には動いてほしくない。CD って言ってほしくないんで、アルファベットの B は動かないようにして、で、4、5、6、7、8、9っていう風に来てほしいので、この4のところにはドルマークつけないということですね。で、その状態でエンターキーを押すと、まあ、ここは変わらないですね。で、オートフィル。横にオートフィル。そして縦にオートフィルと。で、ここもオートフィルと。あ、こんな感じですね。こうですね。この辺の方がいいですかね。ここは商品名を見て、で、横に動いてますよね。ここ横動いてますね。ここが H だったのか、ここで青いところが動いてる。そしてマッチ関数見てみると B の10。ここは横に動かしても横は動いてないですね。こっちには来てないですよね。ここにずっとある。B にずっとある。なんでかというと、B のところの前にドルマークがあるから。でも縦は動いてますよね。1個ずつこうずれてますよね。縦に。なんでかっていうと、数字の前にはドルマークがないからってことですね。で、ここの部分は、まあ、ずっと固定してあるので、ここは動かさないということになります。こういうふうにやると、インデックス関数とマッチ関数を組み合わせれば、この一番最初のここさえ解ければですね、うまくいくという感じになります。まず最後に、そしたらやっていきましょう。インデックス関数でどこ知りたいかっていうと、まあ、担当者ですよね。担当者なんでここです。で、ドルマークをつけます。ただこのままだと困るので、横に動いてほしい。なので、ここのドルマークを4と8のところには、前にはドルマークついてて、 H のところは横に動いてほしいんで、いらないということです。で、カンマで、マッチ関数ですね。で、偏差値っていうのは、まあ、ここですね。ここで、ここは縦に動いてほしいけど、こっちの横にオートフィルした時に動いてほしくないから、4の前にはドルマークがない状態で、B の前にドルマークがあるという状態に F4 で持っていきます。で、カンマですね。で、検査範囲っていうのは、ここのやつをどこから持ってきたいか、どこを見てるかというと、ここの商品コードですね。で、ここは常にここを見るので、 F4 で全部に絶対参照。そしたら、ここの完全一致ですね。で、ここはまあ詳しくは省くんですけど、完全一致にしましょう。まあ、詳しく知りたい方はマッチ関数のやつを見てください。そしたらですね、こうやって括弧で閉じていただくと、こうですね。あとオートフィルするだけですね。こうするとうまくいきます。こうですね。で、これうまくよくわかんないって方は、もう一回見直していただいて、で、インデックス関数とマッチ関数を詳しく解説している動画もあるんで、そっちの方をもう一度見直していただいてもいいかなと思います。で、これ、J の前につけるとか、B の前とか、数字の前とか、わからないっていう場合が結構多いので、ここに関しては何回もやって慣れるしかないかなと
いう感じです。で、これ結構やっぱり難しいので、本当に何回も試してみて、それで慣れていただくというのが本当に一番いいかなと思います。多分最初はうまくいかないと思うんですけども、ぜひチャレンジしていただいて、で、これができるようになればね、インデックス関数とマッチ関数組み合わせるだけで、もう横も縦も簡単に一瞬で全部出せるようになるので、ぜひ覚えてみてください。今回の動画が少しでも参考になったなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。